セキュリティシールとは、主に封締めに用いるラベルシールの一種で、開封した場合それと分かる機能を持ったもののこと。開封予防シール、開封禁止シール、開封確認シール、ボイドシールなど、呼び名は様々である。また、封印シールと呼ばれる、明らかに開封されたことを示す、機能のあるシールもあり、メーカーによっては改ざん防止シールの故障を使用する場合もある。封筒。 ケースなどの封の部分に貼り付ける。シールを剥がすと、シールが貼られていた箇所に、開封済み、ボイドなどの開封されたことを示す文字が転写される。これにより、開封して再び封をしても、一度開封されていることが明示される。セキュリティシールは剥がしたことがわかるよう。 元通りに貼り直すことができないことが重要とされる。タイプとしては2種類あり、よく知られているものは、剥がしと調布面とシール自体に、跡が残るものである。中でも、開封済みの文字が残るものは、グリコ、森長事件の後に、グリコが商品のセロファン包装の風刺に用いたことでも、知られている。他に、シールに切り込みが入っていて、剥がそうとすると、 シールが破れてしまうことで貼り直しをできなくしたタイプ、糊が外れて貼り直せないタイプなどがある。プレイステーション2に貼られた封印シール封印シールではよく家電製品などに貼られていることがよくある。特にメーカー製パソコンやゲーム機などには必ずといっていいほど貼られている。これが剥がした場合はメーカーによるサポートを一切受け付けなくなるので注意が必要である。 剥がすと跡が残るタイプの場合は剥がし跡がべたつくため CD ケースなど包装ではない商品そのものに貼られていた場合消しゴムなどを用いて残されたリと文字を取り除くことが多いが多くの場合綺麗に取り除くことが困難であるありがとうございます